国立情報学研究所の西村です。私から確認クラウドゲートウェイサービスについて説明させていただきます。はい。こちら、学認クラウドの3大サービスのうちの2番目のサービスでございまして、まあ、シンプルなサービスでございます。 こんなサービス NII でやっていたなと思い出していただいてですね、ぜひご活用、えー、皆さんの大学研究機関等でご活用いただければと考えているものでございます。 はい。こちら、一言で言いますと、大学研究機関の認証基盤とクラウドの橋渡しというところでございまして、最近はですね、認証基盤の有無にかわらず、そのクラウドへのアクセスのサポートを行うサービスというところを強調していっているところでございます。こちらですね、えっ、ー、と、 各機関あの、皆さんの大学で、えー、契約しているサービス、あと利用可能になっているサービス、えー、それぞれあるかと思います。でそれらをですね、ゲートウェイサービスに入力していただくと、あそのサービスあのそ、そこに所属している構成員に対して、そのサービスをですね、一覧で提供するもの、あの、 一覧でお見せするものでございますと。まあ、この、ここに掲示しており、提示しておりますスクリーンショットを見ていただくとわかりやすいかなというふうに思います。 で、それに加えてですね、個人ごとのカスタマイズと書いておりますけれども、個人的に使用しているサービスをこの一覧に追加するとかですね、あとは並び順を変更する、よく使うサービスを上に持ってくるなどしてのカスタマイズができるようになっております。で、メリットとしてですね、一つユースケースを書かせていただいております。ある期間においてですね、 えっと、この大学では、え e ラ e ニングサービスえ A という e ラーニングサービス e と e ジャーナルサイト C というものと契約しております。ただ、e ラ e ニングサービス c B については契約していません。そういうような状況、A、大学というものがあったとします。 で、そうするとですね、ゲートウェイサービスでは、その契約しているサービスのみを掲載する形になります。で、そのゲ,ゲートウェイサービス経由でアクセスするようにです、ね、する、その構成員の方、まあ教職員、学生の方はですね、そこに載っているサービスに対しては当然ながらアクセスできる。 このオレンジの矢印がその利用者のアクセス経路を示しておるわけですけれども、で、e-learning site, e-journal サイト c には当然ながらアクセスできる、自由に利用できるわけですけれども、この e-learning b についてはですね、動線がないためにそちらにアクセスしないということになります。 で、その他の方法でですね、あのまあ、検索サイト等でアクセスしてしまうと、得てしてですね、このような、あのその期間で契約していないサイト、サービスにアクセスして、そこのサイトが実は使えなくて困るというような話が、学人参加機関でですね、よくある話と聞いておりますけれども、そのようなことがなく、 ないというところが、ゲートウェイサービスのメリットということになります。で、ここでですね、一旦、大学研究機関ができることとしてまとめております。まず1点目、機関が契約連携しているサービスを登録できるということですね。で、それに加えて、確認に参加しているサービスであれば、すでに、あの、 ま、サービス名、ロゴ、えー、説明等、す、え、で、ー、に入力されておりますので、えー、その、これとこれとこれのサービスと選択していただければですね、えー、ゲートウェイサービスにそれが表示される。えー、5000 e の方はそれを使うことができるという形になっております。 で、前提といたしましてですね、このゲートウェイサービスに関しては、あ申し訳ございませんけれども、学人に参加していることが必須ということになっております。ぜひですね、学人に参加されて、このゲートウェイサービスをご利用いただきたいというふうに思っております。 でこれが最近提供されるようになったサービス機関内分類機能をというものでございまして、これまでの説明はですね、構成員に対して一律にサービス一覧を提供するというものでございましたけれども、うん、まあ学生のみに必要なサービス、まあ、履修登録とかですかね、だったり、教職員のみに必要なサービス、 ですかね。勤務時間管理のようなサービス。それぞれあるかと思いますので、その余談ですね。職位、身分に応じてサービス一覧を変えるというような機能をつい最近提供し始めましたというところでございます。で、UI とマニュアル、未整備と書いておりますけれども、ようやくですね、UI に関しては、あ 整備され、提供されておりますので、マニュアルに関して今、用意しているところでございます。このような状況ですけれどもですね、ぜひこの機能に興味を持った方がいらっしゃいましたらですね、ご連絡いただければ、手取り、足取りですね、初期設定から利用の方法までご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 それ以外にもですね、グループに関する機能もう一つだけございまして、こちらはグループメンバーをですね、一人一人、まあ、招待するなりあの、メンバーこの人ということ、情報を登録していただきますとですね、そのメンバーに対してグループ、あの、サービスを一覧に追加して表示させるという機能がございます。はい、グループとしては、まあ、 共同研究なり、研究室なり、まあ、少人数のものが対象となっておりまして。で、この機能ですね、グループ機能対応サービスとミートウキのようなものをメインに考えられて作られておりますので、学人に参加しているサービスがそのまま 選択して登録できるというものではないんですけれども、プライベートサービスを使って登録することは可能ですので、そのような形でですね、このグループのメンバーに対して、このサービスを表示するということが可能となっております。で、今、紹介した三つ、三つじゃないか、2つの機能を まとめて一つの画面に表示できるというのがゲートウェイサービスの特徴となっております。それを図したのがこちらの図ですね。このような形で自分に必要なサービスをこの一覧で 得ることができるということになりますので、例えばですね、朝通勤、出勤したら、この画面を開いて、ここから仕事を始めるとか、他の人にですね、あるサービスを紹介する際にも、ゲートウェイサービスのここに表示されているこれこれのサービスですというふうな形で説明がしやすくなると考えております。 こちらは裏方の方を説明したものですのが、ちょっと省かせていただきます。機関側の情報、サービス側の情報、それぞれを統合して、利用者に対して提供しているというものでございます。 以上で、ゲートサービスでございまして、利用者、学術機関、サービス提供者に対して、それぞれメリットを提供しているというところでございます。でこちらですね、あの、学人クラウド、それぞれ、あの、全サービスそうなんですけれども、利用申請をいただいて、その機関に対して提供するという形態になっております。 ただしと書いておりますけれども、グループ、さっき、あの、中で触れたグループ管理機能に関してはですね、未参加、未利用申請の方でもご利用は可能となっております。はい。ここまでの説明でですね、自分のところでもぜひ利用してみたいという思われた方いらっしゃいましたら、この URL でですね、アクセスしていただいて、利用申請いただければと思います。以上でゲートウェイサービスの説明。 終了します。